いやちゃよ、ライドネスということで今日もやっていくんですけど、今日はねこのデッキやっていきたいと思いまして、このデッキなんですけどね、海外のねプレイヤーが、12勝していたデッキかな。うん、でこのヒーラーのところが、ダックプリだったんですけど、まあ5マジアチャ、あとロリバブですねとあって、別に枯渇系その群れ系ですねの受けは結構豊富にあるので、はい、なんでね、まあ別にこれヒーラーでもいいかなみたいな感じで、ヒーラーでよくねみたいな、プロの意見とかもあって、それもありかもねみたいにしたんで、俺はねヒーラーでやってたら結構ね勝てたんで、これを使っていきたいと思いますということでね、今日もやってまいりました、この時間です。はい、行きましょう。今ねまた2敗してるんですけど、あーね、今シーズンねすげえデッキがばらけてるんですよ。で、ただ言えるのは、まあペッカが若干多い、ペッカが若干多くて、それでまあ一番多いのはでもババ小屋ですかね、やっぱり。うん、ババ小屋が多いので、別にねババ小屋ね、しかもねポイズ打ってもね、なんか半分とまではいかないけど、ほんと3分の1は残るんですよ。そう、本当にね、だから別にポイズ打ってもあれだし、しかもなんかね、やっぱババが生まれてから最後ね、最後ババ小屋が壊れる時に、ババが生まれてから秒で壊れて、もうその時に4体生まれるんですよね。マジでね、それが強いですね。本当に強い。本当に強いし、なんかね、それにもっとね、もっと今シーズン序盤だから、てかあとシーズン序盤なのもあるし、ババ小屋がねやっぱ1ヶ月ぐらい使われてなかったんですよ。あ、1ヶ月じゃない、もう短い短い、1年ぐらいね、去年の世界大会とかで結構流行ってたんですけど、あ、一昨年か、もう一昨年か、はい、なんですけどね、まあババ小屋がねめっきりまあ解放されてからいなくなったということでね、早速、お、トミーはあれですね、ウエストの、プロですね、ドライブゲーミングっていうチームに所属していたプロです。今年はどうかは知りません。はい、ということで、ね、やっていくんですが、生ジャチャ、渋い渋みの展開。本当はファイバー打ちたかったんですけど、うわ、だるいだるいんですけど、うわ、これ届かねえし。あー、キョスケ、マジメンド TV ですね、これは。とりあえず、まあ、これで溶けてくれ。頼むから溶け。あー、美味しいなー。美味しすぎて。何も出てこなかった。はい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 。とりあえず行きましょうか。で、これヒーラー死んじゃうのね、よろしくないので。これサーンって感じでやっていき、まあ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 、これで2周目のマジアチャが来るんで、あっ、あ、よい、嘘、まあ、歩くの分かったんでね。はーい、ってことでね、でここでババがもう2体生まれてからまたね、生み出すんですよ、あいつらを。はい、これミニペタも4襟ですね、これ出したの。なんでこのダクナー出してあげて、はいはいはい、ほんとはここにラマ合わしたい、ラマ合わしたいけど、でも相手絶対エリないんで、これキョスケとかで出せないと思うんですよ、きっと。俺の予想だと。ピコ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 。はい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 。もう、受けなしゲーミングですね。受けなし。受けなしゲーミングなんで、これね、受けてあげて、あとはマジアチャ。いやでもこれ4エリ、あー、エレックか、エレック。でもまあ、ホグ受けたんで、これ、始まりに出すカードが、まあ、エリあればキョスケぐらいなんですけど、まあ、キョスケが来たとて、ババ小屋合わせて、やりゴブ切ったばっかなんでね、別にロリババ合わせてもいいんで、ただこれ、別になんか、ババ小屋からのロリでいいかな。はい。はい。って感じで。どういうこと。よいしょ。頼むからやめてー。これ全然削られないんですよね、本当に。ババ小屋これでさ、キョスケの爆破耐えるって結構強いよね。で、しかも、これでマジアチャぶちのめしたんで、はいはいはい。のめし TV なんで、はい。よいしょ。あれの受けめちゃくちゃ大変だと思いますよ、俺。エレキから抜いて。OK、センキュー、OKOKOK。これで、こっちに対して、絶対何かしらが出てくるはずなんで、で、これ、ダクネ出してあげて、ダクネ出したらあげて、OKOK。バトヒ出して、これもうね、決まっちゃったでしょ。残念ながら。これ、GG アイデアマスのやつでしょ。はいはいはい、センキュー。まあまあまあ、これでぶち抜きで GG ですね。
ぶち抜き GG メーンクッドゲームということでね、めちゃくちゃ強いですね。もうあのね、なんかね、あれ本当にね、カードってかデッキパワーを感じる、デッキパワーを感じますね。本当にね、気づいたら相手がエリクサーなくなってるっていうね。そう、もうホグ受けとかしだしたらね、相手がエリクサーと手札がきつい証拠なんてね。よろしく、よろしく TV、 よろしく TV とか、まあ初手ババゴヤはさすがに危険なんで、初手はまあこういうのとかでね、HG ランドな感じにしてあげて、とりあえずこのユーノ、D が受けたユーノとかに何かしら出してくるんで、こういう時にパボコヤですね。バシンと決めてあげて、気まぐれクック見てる人いるかな？俺結構最近見てたんですけど、なんかね、気まぐれクックってね、知らない人用に言うと、魚をさばくチャンネルなんですけど、そう、だけどね、めちゃくちゃ面白いんですよ。そう、それで、その人がどこの方言の訛りかわかんないんですけど、何々してあげてって言うんですよ。もうそれ完全に映ってね。俺最近の動画、いや、気づいてる人少ないかな？俺もあげてばっか言ってる。とりあえずこういうダクネ、ポイズン切ったんでダクネ切らして、あげて、でこれでわちゃわちゃやってあげて、でこれポイズン切ったん でこれボムテーブルねぶちのめして、その後にあれなんですよ、これそのもうマジャチャをね、のめしてるんで、これいないんですよマジャチャが。だからこれ受けがね、もうヒーラーとダクネのね受けがね大変なことになっちゃってるんですよね。ほらもうこうやってね、バチコリバチコリ両サイドバチコリゲーミング所属なんですよ。もうはい、こんな感じでね、とりあえずこれで、まあ、来るとしたらディガーかな。ディガー無視して、ディガー無視して、あげて、これで、あ、でもボムタワー引き出すのもありよりのあり。これはまあ、ファイボでいいかな。さすがにこのダメージはちょっと許せない。さすがにそれは、世間は許してくれませんよって感じなんで。オッケーオッケーオッケー、よしよし、相手動揺してる、動揺してる、動揺してる。オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。あー、6体生まれた。あち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 。いて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 、グッドゲーム。とか言うとね、あ、でもディガーにさすがにこれ2-1、1本られたとしても2-1で勝てるはずなんで、でここはババゴヤとかね、立てちゃっていいですね。ボールブレイカーはこれ逆戦出されてもこれはこの位置だったら寄ってくるんで、ホグとか、ね、ホグとかラーマは寄らないんですけどね。なんでこうやってヒーラー出してあげて、これで、はい、ありがとうございますって感じで、まあ、ヒーラーね出てるで、ポイズン相手切ったんで、ここはまあ、これ別になんか回復しちゃってるんで、よいしょ、ええ感じに、ええ感じに、ええ感じに、ええ感じ TV で、よいしょ、よし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 、いや待って、これは残り20秒ってことは OK、 これ出してあと10秒ですね。さすがにバルキリーとかでしか突破するしかないと思うんで、これはまあフライヤーポーファイアボール打って GG かなと。はい、ここでまあディガーが来るのでそれをね滅してあげて、はい、 OKOKOK って感じでね、結構やっぱねデッキパワーですね。デッキパワーを感じる、デッキの強みを感じますね。強みが深いですねやっぱり。はい、どんどんいきましょう。ラスト勝っても負けても、ソーキング、これは海外のプロ、もうプロだらけですね。マジグラチャルね、サバカとかある程度知ってると本当に、あ、こいつプロのサバカやんとかなったりするし、そう、本当ね、あ、ザッピーね、ザッピーザッピーのザッピーね。とりあえずこれロイホガーとか来るのかな、来なかったらテルベベでしばき転がし TV で、あー、どうしようかな。あのこれは一方的に射程で殴れるので若干ね、マジアチの方が少なくはないね。ババ小屋が入ってると思うんだな、しかし。ベベ小屋 TV が入ってると思うので、これでやってあげて、はいはいはい、いいですね、いいですね、いいですね。あ、クエイク、なるほどね。クエイク、コウモリスケクエイク。なるほど、なるほど。クエイクは若干厄介ですね。で、クエイクマスケってことは多分ね、施設があると思う、ボムタワーあたりがね、あると思うんですよね、僕的には。僕的にはしていただきますとね、多分あると思うんですよ。なんで。今これタルババがあるんで、これババ4って生まれるんで、さすがにここは、マスケ潰しておきます。はいはいはい、魔術ゲーミングしてここですね、ここ。あー、ザピーか、ザピーめんどくさいですね、めちゃくちゃめんどくさい。ただ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 、ここワンチャン竹変えられる可能性あり。
なんで、まあ、クエイクなんでね、ここはバトルヒーラーと、これでやってあげて、でこれは逆性 U の振っても、スケで集められるだけなん で、ここはね、施設あるかね、どうか、だからババだったんで、で、ババさっき始まり出したんですよ。なんで、ここは、スパーンと、ぶち転がしてあげましょう。あったか。まあまあまあ、ここはね、一回、もうここヒーラーとダクネの力を見せつける場所なんで。オッケー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 。全然いかんな。全然いかん。全然いかんかったわ。まあこれもし、奴らが来ても、ババ声出せるんで。オッケーオッケー。で、クエイカーなんで、あれですね。なんだっけ。死なない。やばい。マジでちょっと死なないんですよ。だからこういうところは結構大事に守ってあげてね。ババダンで相手が、こう両サイド攻めがね、めちゃくちゃめんどいですね。めちゃくちゃ面倒見が深いですね。はい。あー、マジそっち？そっち来るタイプ。来るよねー。オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、このファイブはね、センスがない。センスがないってね、言われますね。まあ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 。強くないですかこのデッキ。ちょっと待って、プロをボコボコに投げ倒してますよ、普通に。しかも普通に。はい、これ5待ちですね。どっちにしようかなと、どちらにしようかなと、まあ、真ん中に飛ばしてあげて、まあ、グッドゲームですね。よいしょ。こっちかな。うん、グッドゲーム。はい、ってことでね、今日はねこの辺で勘弁ということでね、この感じで終わりたいと思います。また、これ順調ね、しちゃったんで、ね、とりあえず宝箱開けてあげて、このデッキめちゃくちゃ強いですね。めちゃくちゃ強い。もうね、デッキ作る人マジすごいと思うわ。俺作れないんですよ、デッキが。なんですけどね、俺人のパクって、強いデッキパクってやるタイプなんですけど、まあこれからもね、強いデッキ生まれたらね、ガンガン紹介していくんでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わります。バイバーイ。あ、ちょ、こっちだね。